あと18秒。よし。これは開始できてんのかな。自動無料延長オン。よし、おはようございます。おはようございます。ちゃんと録画もできてるかな。よし、大丈夫なはず。おはようございます。とりあえずウェブカメラの問題は今日は起きないだろうな、きっと。おはようございます。おはようございます。今ですね、宿から、宿の前の道から国道に出てきたところです。200、300メートル。おはようございます。おはようございます。多いな。で、本当は宿の前から出発、配信開始、録画開始したかったんですけど、おはようございます。あっちの、あそこの辺りの宿なんですけどね、荷物はですね、これから営業所に取りに行きます。営業所で止めました。今日の進行方向の営業所を通過してくるってことが、わかったので、ミルクランド。あれ、もしかして牛乳？あのタンクもしかして牛乳ですかね？ミルクランドって書いてあったけど。なんとなくさすが北海道。で、おはようございます。宿の前で、走ったかったんですけど、大盛況でしたね。で、皆さんに挨拶して、で、チャリダー年間のための写真撮ってもらって、で、みんなに見送りされたんで、とてもじゃないけど、ちょっと今から配信するんで待ってくださいって言えなかったです。で、YouTube の録画もここからスタートしてます。宿すぐそこなんですけどね。というわけで、今日は、襟裳岬まで行くんだったら100キロぐらいあるから、それなりに急がにゃ。お楽しみでした。猫、そう、17歳ですよ。あそこの宿のみーちゃん。まさか11年前に来た時と同じ猫がまだいると思わなかった。そう、気まずいんですよね、こういうのは。ちょっと待ってとはもう言えない で、夜はだいぶ寒くなってたんですけど、今はちょうどいい涼しさです。長さつないか、忘れ物。とりあえず配信に必要な可愛かったですよね。可愛いんですよね。そうそう。でもやっぱりおばあさんになってるんで、もう痩せちゃってますね。なので、常連さんも毎年、いつまで会えるかわからないとか言ってましたね。あと、泊まってた人の中には、この宿主さん、なんか2代目らしいんですけど、10年近く前に前のオーナーさんから引き継いだオーナーさんなんですけど、今日の、泊まってた人の中には、そのオーナーさんが1代目の時に、2代目のオーナーさんがただの客として来てた頃に、すでに宿に 主として連泊してたって人がいました。だから今のオーナーさんがお客さんに対して、まあ敬語っちゃ当たり前なんですけど、完全に先輩扱いなんですよね。主もいいとこな人がいました。おはようございます。で、今日はですね、これから大気町の宇宙試験場でいいんだっけ？そうそう。サイバー旅館。あそこの宿はですね、フォーマの電波ほとんど届かないです。窓際にポタファイを置いたらなんとかって感じですね。で、ツイッターはやったんですけど、とても放送できる電波でもなかったし、あと、みんなで酒飲みしてたんで、放送やる余裕なかったですね。そう、あれ、宇宙試験場でよかったっけ？なんか宇宙っていう言葉を使うと陳腐な感じがするけども、それで合ってたかな。で、大気町のカントリーサイン、市区町村のシンボルマークはロケットなんですよね。さて、下ってきたからもう忘れ物取り戻れんな。あ、そうそう、なんかホリエモンがどうっていう話、昨日も。ん？あ、なりまくるって。風音で。今日は、本当は襟裳岬の宿に、昔ユースホステルだった民宿に行こうとは思ってるんですけど、どうしようかなと。ちょっと昼頃になったら決めようと思ってます。おはようございます。
なんか忘れてないかな、本当に。ポタファイはさっき忘れかけて人に教えてもらって持ってきたし、フルーツ侍意味がわからない。あ、でも今日朝からそこそこ天気、日は出てるし、自転車クロスバイクです。マウンテンバイク持ってるんですけどね、ディスクブレーキシステムが輪行の時にとても不安だったんで、飛行機輪行の時に。ただ今日寒くなるって聞いたんですけど、寒いってほどじゃないですね、日が照ってれば。おはようございます。フルーティーってことはなんかブドウとかリンゴとかのモチーフのやつがいるってことか。ん？ GPS ですか。これは3万弱でしたね。2万いくらぐらいでした。英語版平日、これから1週間配信し、ああ今の音は、ああしまった、 GoPro もう切らしてしまった。ちょっと GPS これから出します。ちょっと待ってください。もう切らした。で、一旦これ切れるとたまに復帰できなくなるんだよな。ちょっと待ってください。あ、大丈夫だった。いや、メディアじゃなくてですね、充電が不十分な状態で始めてしまいました。昨日の夕方頃に一旦充電すらできない状態になってて、再スタート。1080の30の、よし。今朝はですね、朝ごはん7時って聞いてたんですけど、気がついたら7時半近くになってました。で、朝ごはんは7時半ぐらいから。今ここちょっと待ってくださいね。ちょっとタイミング合わせて、これでいいよな。一応時刻も表示しとくか。ちょっとこれGoPro の録画のための作業なんで少々お待ちください。9時6分40。で、ですね昨日 Android に今ここのアプリ入れればいいって話があったんですけど、入れてたよ、もうすでに前 Android の配信テストやってた時にもう入れてました。で、でも確かオンにしてたんだけどな。音合わせのパンがだんだん適当になってる。適当にあれ、なんでこれ場所が検出できてないんだろう、 GPS が。ん、ちょっと待ってよ。今ここナウをこれどうすればいいんだっけ。さあ、サービス解消してなかった。これでいったろう。今場所を特定して、最終送信時刻9時7分、これで行きましたかね。今ここが行ってるかどうか見てる方できれば教えてください。おお、緯度が42度。おー、プロモスターってきてるな。いかがでしょうか。まあ、とりあえずできてるという。まず来ませんか。なんで、まさか。いや、おかしいな。ん、じゃあこれか。今のギターはどのギターですか。どうですかね。来ましたわ。あ、来ました。来た。よし。じゃあこれでいきます。多分これで途中で切れたりしないはず、今日は。多分。しかし今この状態で結構荷物重いんですよ。これに宅急便の120の箱いっぱいの荷物をさらに積むっていうのが自分で嫌になる。よし。じゃあ行きます。自転車ツーリングでございますよ。発掘の地は確かこのすぐ先だったっけ。あ、そう、サドル、自分に合うサドル探すの難しいんですよ。岬まで行けたら民宿泊まろうかなと思ってるんですけどね、夜寒いから。寒いと体調崩すから、体調崩すとツーリング楽しくなくなるから。おー、で、今気温は最高ですね。涼しくて日は当たってるし。隣、ん？牧草地。そうそう、ナウマン国道、ナウマン像の骨が発掘されたところだったんですかね。詳しいことは実は知らないです。あと昨日70キロ弱しか乗ってないのにもう尻が痛い。
多分数日たら慣れる。サドル、ですね、これの前のサドルまでたどり、これと同じようなモデルを前に使ってて、そこまでにいくつ試したかな、 2,3 個ぐらいかな。あ、もう通過したか。あ、宅配の荷物はですね、あの宿の人に話をしたらあの これから向かう広尾町っていうところの営業所をいつも通過してくるっていうふうに聞いたんで、朝一のあの受付というか、あの窓口の時間の8時になった瞬間に電話かけて、あのこれから取り行くからそこで止めといてくれっていうふうにお願いしました。幸いまだあの出発してませんでした。そう、えりもまで今日は行けたら行きたいんですけどね。あ、やっぱり昨日曇ってたけど晴れてると全然違いますね。25キロ、あ、さっきはちょっと下ってたから今はそれほどでもないと思います。カニか、実は、やめます、やめます、すいません、いつもご指摘ありがとうございます、いつもご指摘ありがとうございます。で、一旦多分あの配送の車が出てしまうと、こっちの距離感で考えるとそうそう営業所に戻ったりできないと思うんですよ。ん、あ、エリモが晴れない。私が前行った時も曇ってました。あの曇ってるどころか霧が出てて海が見えなかったです。ん、体感何と比べて、気温は多分20度割ってるますけど日が当たってるんで気持ちいいです。曲がった標識、今日は大気町の真ん中中心地に行ってみようと思ってるんですけどね。それ全部すっ飛ばしたら 5,6 キロぐらいは達成できるだろうけどどうせ前こう通った道だからできるだけ前回行かなかったところは抑えたい。前来た時にはこれ逆方向から走ってきて国道一直線に走っただけだったんですよ。だから今回途中のその宇宙実験場だっけ、なんかあの辺りとかも抑えながら行きたいと思ってます。100キロ、9時スタートだからなんとか、夕方6時までだとしたら9時間あるから、まあなんとか行けるんじゃないかなと思いますけどね。峠とかもないし、距離100キロ弱。カラフトマス、ああ、電柱、あと牧草ロールですね、あれ。ああ、涼しい。夜は寒いぐらいだったんですけど、朝になったらそんなに寒くなくなってた。朝から日が照ってるからですかね。ああ、昨日と全然違う。やっぱり昨日はこの辺りでも特別暑かったらしいです。ガードレールはあのワイヤーのやつですね。うん、あ、見えますか、見たいな。昨日もあのタンチョウヅルが踊るの見たりできたんで、ちょっと電波がないとこだったんですけどね。タンチョウヅルはなんか一年中いるらしいです、この辺り。これ昨日あの小さな、あ、もうプツプツ、小さな山越えてくるときにこのか標識、大気町の標識を映したところで電波がなくなって30分真っ暗配信やってしまいました。今もまた調子悪いかな。切れ始めか。国道沿いなんだけどな。鮭の遡上まだないです。というか9月とかになって来たことまだないんですよ。8月にしか、7月下旬か8月になってからしか来たことないんで、北海道は。電波この先どうかな。なくてもおかしくはない。ああ、待ってよ、崖の上のってなんかそういうよく見られる光景なんですかね。電波あの途切れ途切れでまだ来てはいるんですよね。あ、ですよねって、これも言ってるかどうかわからんか。 FM リーが落ちたりしてたら
ちゃんと、何が？何を？そのあれはトンビか。音程が、音程がアンポンですと聞こえた。長袖しか今持ってないんですよ。衣類は全部当日着る分以外先に送っちゃったんで。で、その衣類が置いてあるところは50キロぐらい先かな、40、50キロ先。涼しい。あ、でもしかしてウェブカメラの切れる問題が再発してないかどうかちょっとチェックします。よいしょ。あ、行ってる行ってる、大丈夫だな。静岡にツーリングトレインとかあるんですか？今電波バッチリですね。お、音声が暗号。今、今どうでしょうか。そうですか。お、和歌山見えか。配信で行ったことないですね。何度か走ったことはありますけど、なんだっけ、南紀白浜空港からスタートとか関空からスタートとかで紀伊半島回ったこともあります。今のところ大丈夫っぽいけどな。うん、待機的には今結構行ってるはず。今大丈夫ですよね。この道沿いは確か大丈夫なはず。ただ試験場、これから行く試験場のあたりは調べてないんですよ。もしかしたら私一人で見てくることになるかもしれない。ああ。あれか。そう、拠点がこのあたりないんですよ、営業所が。だから宿に送らざるを得なかったって。多分あれが、向こうの方には建物が見えてるんですけど、あれが試験場だと思います。なんか出っ張ってるの分かるかな。で、予定ルートだとここから行こうとすると途中に川があって渡れないから、もうちょい先まで行ってから途中に川があるんで渡れないと思うんですよ。地図に載ってない橋がかかってるかもしれないけど、まあそこはちゃんと、あ、今手挙げられたけどちゃんと返せなかった。ダッシングしてるから。いや、あ、死者も10月か、まだですね。リンチン先生なんだっけ。いや、風がちょっとそう、偽物じゃないししゃもですね。黄色いパトロールか。おお、ご主人はライダーですね。自転車も乗るみたいですけど、ししゃもは基本的に小持ちしかイメージないんですよね。前向川町に行った時はししゃものオスとメス両方出てきたっけ。ブルジョア、そうですか。あ、そうそう、私も昨日の夜オウムとムカ間違えましたよ。オウムって名前が出てきたときに、
まあサイクリストメインの人じゃなかったですね。主にバイクの人です。あ、でも大樹町では毎年7月末から8月頭ぐらいに十勝サーキットっていう空港の近くのサーキットでママチャリレースが行われてるんですよ。ママチャリレースって全国であちこちあるらしいんですけどね。おはようございます。行くか。聞くのですか。いや特にそうでもない。また商工女性らか。GoPro ですね。こちらの映像機材的には出せる機材はあるんですけど、フォーマの回線だととても足りないですね。疲労まで29キロで出てるけど、私はプラス5キロか10キロぐらい。あ、もうそろそろだ。うん、いや朝食つけました。やっぱり美味しかったですあそこの食事。お、牛牛。それ私は昨日タンチョウヅル初めて見て、宿のおかみさんにタンチョウヅル初めて見ましたよって言ったら、結構そこら辺にで見ることあるんで、ただタンチョウヅルって牛迷彩だから視界の端っこに映っても牛だと思ってしまって見落としてたかもしれないって言われて、いやそりゃないなってちょっと思いましたね。確かに白黒だけども。でこっちだ。そりゃないわって言いましょう。それはないわって、その時は突っ込まなかったです。多目的航空公園のところが試験場のところです。で見えてないかこれを。かけて、まあ自転車はそうですね、定年超えても何でもやってる人いっぱいいるし。え、小樽のおしょろ。あ、見えてる。うん、旅費はあまり計算してないです。1日に5000円の宿に泊まるか野宿するかぐらいで、あと食事代はいつもと同じですからね。なので半分野宿で済ませられれば、1日2500円の9日間で、2万2500円か。でもそれより往復の旅費が高いんですよね。北海道の来た旅費は、人からもらった株主優待券使って、帯広空港まで片道2万弱でした。優待券で買うと、便変更とかも普通にできるんでいいですよね。往復4万ぐらい。ただ今回はフェリーで青森に渡ろうと思ってるんで、帰りは新幹線かなと思ってます。ふう、まだ足がツーリングに慣れてない。帯広ですか。寝台列車、青森に渡るときには夜行フェリーの時計。おはようございます。寝台、今日は晴れてていいですね。昨日と全然違う蒸し暑さも。前回は2009年ですね。はあ、相手ん、何を見に行く。おはようございます。今日も青くないです。おお、ない。私は実は寝台列車苦手なんですよ。なぜか体力的に。エリモは津波の話聞いたことないな。松林がなくなって復活させるのどうのって話は前聞いたけど、甘味は、宿でカロリーメイトライクなものをもらってきました。チャリダ、自転車乗りには
そういう特典があるんですよ、あの赤霊館は。前行った時はなかったぞ、そんなの。自転車を袋詰めして持ち込めます。ただキャンプ装備は、ね、全部含めて持ち込むと大変なんで、やっぱり荷物の大半は先に宅急便ですね。吉川ユースってエリモユースのことですかね。私が十何年前にエリモユースに泊まった時にはそんな気違いじゃなかったです。あの時はなんか普通のユースとそんな変わらなかったですけどね。で今は延長ちゃんと動きましたね。よし。あでもまた行き過ぎた。よし、まだ復帰できる。危ねえ危ねえ。この辺り標識なかったな。エリモとレブンと、どこだったっけ、確か聞いたんだけどな。エリモとレブンと、どこだったっけ、あそこでもない。あ、そうそう、なんか知床の方にあるっていう話でしたよ。でも知床ユース今ないですよね。エリモは昆布かな。緑湯は湧かないじゃなかったですかね。おお、砂利道か。ちょっと写真で、あそこに見えてます、ラオス昆布。あ、そうですね、あの辺り知床のところは。この辺り道、砂利道かどうかが地図だとわからない。知床ですね。いいよ。いや、正規ルートじゃないと思います。多分。渡り踊ったり、まだやってるのは本当に桃岩ユースだけじゃないですかね。レブンウッドの、うおー、あ、日高昆布聞いたことある。今日は襟裳岬周辺のまで行けたら行きたいと思ってます。ちょっと昼頃に残り距離見て決めようと思ってます。いやつ、さんいらっしゃいませ。いやいやいや、ダート道走ってます。はい、すごいところ走ってます。テントはまだ積んでないんで大丈夫です。まだ何十キロか先かの営業所に、宅急便営業所にテントあるんで。あ、なんだろう、鹿肉カレーはあるかな。海鮮はフォーマーです。 LTE じゃないやつ、いわゆる三陣海鮮。さん、全部のキャンプ装備は担いで輪行で来ようとすると途中の電車移動なんかが地獄です。うわ、あれまだ舗装路合流しないな。アイスコ買ってないです。多分あっち側が舗装道路かな。あ、もう今ここ落ちましたか。なんで、じゃあチェック。最終送信時刻9時28分。いや、行ってそうに見えるけどな。現在住所、あれ、なんで、あ、今送信されたと思いますけどね、行ってないですかね。これはなんか送信されたかどうかの、あ、来ました。よくわからんな。今1分以上空いた感じでしたね。よっと、神岡からいらっしゃいませ。今日のまず1個目のハイライト、これからです。
はようございます。あの左手前方のパンクしない、フランス、そうですか。私みたいなってどんなだ。いいよと。今日はあの目標は100キロぐらいあるんですけど、パンク、あ、配信し枠延長失敗詐欺だ。失敗してません。おー、まちくださいと。うわ、周りが軽くて見づらい。炎上できなかった詐欺。できなかった詐欺。炎上できてたんですよね。ちゃんとツールの方を認識してんのに。久しぶりの詐欺だ。わら。よし。はよう。どうすか、どうすか。炎上詐欺か。わらわら。ど。すか。バージョンアップ、そうですね。あ、大丈夫ですね。初回だけいつもこうなんですよ。私の環境の問題らしいです。 PC 環境の、よいしょ。よし、牛さんは、牛はいますよ、いっぱい。どせえ、お疲れ様。どせえ、今日は100キロぐらい目標です。わかりませんが、結構この砂利道すごいな。最近前サスペンションにも慣れてたから腕にくるくる。うお、青森はですね、 4,5 日ぐらい確保できると思います、順調にいけば。よろろろ、はあ、いかん、こんなとこで時間と体力を使っちゃいかんと。100キロもその可能性は高い。台風、こっちもなんか雨がこれから数日後に降るの降らないのって話が、何を感じてるって言うんですか。どう、あ、待って、ここだけはそうですね。平日だから行けると思います。あ、スケさんいらっしゃいませ。これは想定してなかった砂利道です。おー、スペンション、来た来た。入り口どこだ。ふう、見ようには。おお、高低差、あれわかんないんですよ。多分あれは、いや、あの、おはようございます、誤差だと思います。これは中で燃焼試験とかやるんじゃないですかね。違うのかな。あの映画とかアニメとか見た中での勝手なイメージですけど。うん、押し替えると、宇宙実験場か。成層圏プラットフォーム、大気実験場、あれですね、気球を成層圏に上げて、そこをなんか拠点にどうこうするみたいな。あれの試験やってるんですかね、この中で。試験やってるとか、確かやってたはず。でかいな。何年から何年まで成層圏プラットフォームの実験やったっていうふうにページに書いてあったんで。でけえ。でかいけど、でかすぎてなんかよくわからない、これ。何階建て分の高さがあるのかな。あそこのガレージの高さがあれだから、5、6階分ぐらいですかね、これ。サイドセブン。JAXA です。多目的航空公園、スカイスポーツ広場、かつ実験場。
おお。隔離研修と？第サイド7だな、わら。大きさは、やっぱ5、6階建てぐらいですかね。あの中にモビルスーツありそう。モデルそスこーツ。が、あのエリア21ですか。ノーセキュリいティ。や、セキュリティないですね。もともとこれ、大半、一人がコミュニティを登録大し体のていエリアた。が公園になってるんで。ムス号だって作おお。戦開始。ノ清ス掃系プはラットフォームは、一般人 OK なの？大一きいは般日人本大丈夫人なはずみですたよ。い。2004年には、全長70メートルの無人飛行船を飛行させる成層圏プラットフォーム研究定点対空飛行試験が行われ、この格納庫とかが整備されましたと。ロボ船飛ぼう。2008年5これ月で公に園にもなってるね。JAXA と大気庁が連携協力の協定を結んで、実験場を置くこととしています。って、これ前からあったんじゃないのかな。でも多分11年前に来た時はこれはなかったんじゃないのかな、多分。で、ちょっと中見ていきますね。航空車採用ロ 航空車載。所見大樹試験さんでらっしす。ゃい。大気庁です。大樹と書いて大気庁です。コゼボ隊は JAXA と一緒なん。JAXA と大気庁が協定結んだって書いてあるから、ここから、そこのエリアの中はダメみたいですね、入っちゃう。JAXA ってなんだかんだで気になるよね。JAXA、実際そどうろなんでそすろか仕ね。事辞めて日本一周しましょ日う。本一周。やめたらすると思うな、多分。ホリエモンのロケットのや画める像ことにか。なってしまったら、今の年代で。おお。途中何もなかったですよね、運動立ち入り不禁足止とに写か。真アップなど禁止でしたね。写真ロアッボプ、船そうのなんです運か。行士目指してください。でもどこにも最そん高なこにと書いてなかったけど。盛り上げてるよね。一割なのか。おお。なんかやってる。働いてる人いますね。あそこの格納庫の中に入ってってますよ。小さなフォークリフトが。これなんか管制塔みたいな形してますね。カメラのヘルメットの上に、録画用のビデオカメラと配信用のウェブカメラつけてます。風向きなんかこれは今日は追い風になるんじゃないかな。助さんいらっしゃいませ。ガンダム。ガンダムだとあの高さで入るのかな。入らないんじゃないかな。今は宇宙実験場。よっ。まあ、滑走路走ることないですよね、この後は。そのあたりに1キロぐらいの長さの滑走路があるはずです。今ここで航空写真で見たら分かるんじゃないですかね、これ。私は今ここにいると見られないけど。ありがとうございます。マシンガー Z もっとでかいんじゃなかったっけ。というわけで、こんなもんかな。マッコイじいさん、私はエリア88はほとんど見たことないんですよね。マッコイってそうですよね。ん？中に。ジャーが。JAXA はジャーって呼んでしまうのか。XA が小さ、小文字の A になるから。というわけで、こんなもんかな。とりあえずこの建物が珍しい感じかな。珍しいって他にないだろうけど。どうやって、その辺りはですね、枠説明の機材についてはこちらっていう URL の先に細かく書いてます。自転車見せろと。自転車見せるには、これじゃダメですか、自転車見せるの。よっと。前見てないから危ないんだよな。これで、なんかにぶつかって首の骨どうかしたりしたら、目も当てられん。配信中に自転車見せようとしてて首の骨折りましたみたいな。ん？つく？ウォンチマルさんから誰？いらっしゃいませ。で、こっち側にいたら放送路で帰れるのかな。一応さっきのところ本当に公園内でよかったんだよな。どっからどこまでが敷地で、JAXA の入っちゃいけない敷地で、どれが公園なのかがよく分からなかった。
で、次はですね、一旦国道に戻った後にさらに北上して宇宙に、あっちのなかったですよね。俺のあれ、なんか予定ルートと全然違うな、これ。あ、なるほど、これでさっきの道合流するのか。お、北海道の人いらっしゃいませ。あ、レーダーサイト、あ、乗ってないですか。全体をちょっとどっか止まった時に思い出せればとか言ったら絶対忘れるから、まあ見せとくか。そこは牛ですね。はいはい。自転車とともにロボさんの全体を見たい。全体無理言うな。よし、100キロぐらい、今日はそのぐらい走りたいと思ってるんですけどね。またファブさんからの人か。あ、ポニーがいる。荷物はこれから増えます。あ、うまくこっち見た。オリンピック涼しいですよ。っていうかもっと寒いって聞いてたんですけどね。ポニー、うわ、足短い。ハトルからいらっしゃいませ。あ、子牛もいる、あっちに。かわいい。あれは多分ロバじゃなくてポニーだと思います。ロバもっと頭でかいから。かわいいな、あれ。ちょっと皆さんには顔までは分かんないと思いますけど、この私は福岡出身です。ツイートしてた。マジですか、見られてるのかな。ただなぜかそのリスナーさんは妙に、なんかそのファブさんに逆に迷惑かけようとして、あの、どこから来ましたって名乗ってるような気がしてならない。なんか悪意が感じられる時がある、よく。ポニーですよね、北海道出身の。だからといって どうだろう。名古屋か。名古屋は前親戚の結婚式の時に行って、でその時は自転車の格好で行って、礼服先に宅急便で送ってたんですけど、その送った先の宅急便の営業所が土日休みのとこで、たまたまそこにやってきた宅急便の別の営業所の人が、あの、通りかからなかったら、あの、自転車の格好で親戚の結婚式に披露宴に参加するとこでした。いや、それだったらむしろ出ない方が良かったかな。でも、あの時にそのたまたま別の営業所の人が別件で通りかかったっていう、あの偶然はものすごい運を消費しましたね。あの、宝くじで10万クラスが当たるぐらいの運は使っちゃったんじゃないかな。というわけで、とてもドラマティックな思い出があります、名古屋は。でその後、やあの、自転車で、あの、知多半島を南下していって10回、当時何度も言いましたからね。で、おはようございます。でその後、日間賀島と、あの、あれ、日間賀島ともう一個なんだっけ、篠島かに行きました。あの辺りは大変思い出深いですね、いろんな意味で。で、知多半島でもなんか突ってあれ何いただいたんだったかな、何かもらい物しましたね。四国は余興88カ所は88カ所中の1カ所か2カ所は確か行ったことあるはず。車、まあそうですね、尾道は過去に2回行ったことあります。あそこは自転車っていうよりは散策すると面白いですよね。福岡か、知多、あと、あの、渥美半島も昔走ったことあります。ご近所ライダーさんと一緒に、という人と一緒に。あ、4年前でしたっけ、知多半島の時って。そうか、配信始めて2年目あたりでしたかね。そう、同じ渥美ですね。木曽ローラー、黒と白ありますよね。大道芸人みたいかな。そうか、そう、ロケットが趣味というか NHK で特集されるほどの人ですから、あの人。全然知らんかった。私はご近所ライダーさんとの思い出というと、暴言パンダ、あのマロさんか。今のは暴言パンダって一緒なのことかと思ったら、
マロさんと名前との組み合わせでわかる。今ですね、種子島行ったことないです、まだ。暴言パンダというネタはこの100均スピーカーに工作してボリューム調整できるようにしてくれたのを送ってくれたのがマロさんです。で、今大きい方のスピーカー使ってますよ。で、パンダスピーカーのタイプもあって送ってもらって、そっちのは今回ちょっと試験してないから持ってきてないんですけどね。そう、マロさんも配信してください。ダイセンとかの配信してください。100均スピーカーですをヘルメットの横に貼り付けて、イヤホンつけなくても読み上げが聞こえるようにしてます。おお、ちょっと待った、この景色かなりいいな。で、おかげでそのスピーカーの線外したりしなくても。 H さんはそうですね、最近自転車どうしてんだろう。まあこの牧草地の中まで侵入しないこの入り口のとこだったらいいでしょう。これこれ、北海道だな。もうちょっと完璧に青空だったらいいんですけどね。どのパパ雨、私がですかね。私は弱いですよ。ちょっと雲の影があっていいですね。よくあるですね。さらになんかこのアップダウンもあったら、BA のあたりっぽいですよね。牧草、いや、そうではないですけど、中身いいですよね。熊が、多分熊でも転がせないと思いますけどね。電波フォーマーです。白いのは牧草を干した牧草を固めて、固めて巻いて、で発酵させるためにビニールで包んであるんですよ。ん、何これ今佐賀県、なんで白いやつ。あ、スピーカーは意外と大丈夫です。主権さんいらっしゃいませ。スピーカーは私一遍ですね、スピーカー横に貼り付けたまんまヘルメットを風呂にくっつけて洗ってしまって、やべっと思って中開けて乾かしておいたらちゃんとその後問題なく使いました。100均スピーカー構造も単純だし、塔のようなあれも発光用って聞きましたね、昨日コメントで。ああ、涼しい。でも止まって日に当たってると暑いですね、まだ。でも寒いほどじゃなくてよかった。ジオさんっていうのも、いや、ジオさん知ってますけど、それもなんかリスナーさんが迷惑かけようと思って名乗ってないか。その他の生主さんのところでうるさいほど名前出すことによって逆に迷惑かけようとしてるっていうふうに私は見えるんですけどね。そう、生主さんが絶対その放送で名前出してくれとか思ってるはずはないし、私もそう思わないし、長袖しか今持ってないんですよ。あ、昨日の夜はですね、結局みんなで集まっていかにも東海道っぽいことやってました。機械妄想ネロさん秋田でしたよね。そうそう、ナウマンゾウの骨が発掘されたのかな。寝た。どこで国道に戻ろうかな。チュウ類、あれはチュウ類になるんですかね、大気町じゃなくて。そうそう、ナウマン国道が向こうの方ですよね。今これからナウマン国道に戻ろうとしてます。ジェンカって何でしょう。あそこも牧草ロールが積んである。ナウマン国ってのがあるのか。でも何々国道ってついてるとこってありますかね、他に。わーっとクロス軽いです。トマコマイ、そうです、今日はエリモまで行きたいと思ってます。わからないけど行けるかどうか。ナウマンゾウのナウマンだと思いますよ。でもナウマンゾウのナウマンって何ですかね。ナウマン自体はそもそも何なんだろう。時代の名前かな。ジュラキとかハキロ、ジュラキとかハクアキとかヤシロアキとかというネタは何だったっけ。あ、今は今ここ出てないですかね。今は大気町ってとこです。宿では昨日いなかったですね。あ、主権さんいらっしゃいませ。ワンワン。お、
1日、今日は100キロ行けたら行きたいと思ってます。ん、出発は昨日帯広空港から。ワンワンナウイ、ちょっと写真撮ってから。ワンワンふさふさしてます、あの犬。カメレオンテ3はそうですね、でもやっぱり何してますか。ジャスコ200キロのあれはイオンだったかジャスコだったか、何の看板でしたっけ。でも その手のやつですよね。昨日、あ、まっすぐ行けるな、このまま。そう、犬によく吠えられる人ですよ、私は。あの、犬に吠えられることで食っていけそうな人間です。おっと、でもたまに吠えない犬いるんですよね、あれが不思議。まあ、あとは寝てる犬とか。あ、イベントありがとうございます。そこ、うん、デントコーン、デントコーンって用途が限られてるやつなんですかね。あ、今なんか質問されたような気がするけど、ほやられら、られら、牛の餌だよ。あ、学者の名前なんですか、ナウマン。ナウマンさんなのか。アスファルトがですね、あの、何十メートル以下にあの継ぎ目があって、そこがガタンガタンなんです。これですね。いや、これはただのヒビだ。継ぎ目が。これ。いや、今のもただのヒビ割れだ。帯広空港は、あの、羽田空港から直行です。合流、これから、今日の昼過ぎです、それは。広尾町の営業所に、あの、朝電話して止めてもらったんで。で、止めなかったら、本当になんか、あの、来るのは昼ぐらいになったなるみたいです。あの、宿のあたりは。宅急便で午前中の便だと、ほぼ12時近くになるって言ってました。というわけで、宿の人にそのあたりの情報聞かなかったら、今日まだ宿にいます。いたはずです。また休みかも。いや、電話はしたんで大丈夫です。ん？あ、何みたいです。旅行。フェリーは苫小牧から、そう、苫小牧から八甲市までです。青森の。あ、おはようございます。前、そう、フリースで寝ました。だからまだ着替えてないんですよね。靴下も2日目になるので、あまり気にしないようにしてます。できるだけ。でも自転車乗ってるとそんなに足の裏に汗かかないよな。気にしましょう。だってそれだったら吐かずに走んなきゃいけなくなる。初見さんいらっしゃいませ。いや、今日は坂あまりないです。ん、函館、帯広、川の渡しどこだろう。ん、うつさ、うつさ、鹿は結構見る確率高いですよ。ああ、防水バッグが。ん、マラソン大会、私は自転車以外全然ダメですね。自転車だってそんなに、あの、スポーツとしては乗ってないし。江戸鹿、北海道は猿は、そういや、そうですね、去年行った青森県の、下北半島のあたりが北限だっていう情報があったから。北限日本猿、車、いや、来ましたよ、ほら、行った途端に来ましたよ、車。北限の猿はですね、甘やかされてるせいか、普通に道をその辺を歩いてて、人が横通っても、へ、あの、知らん顔してます。猿、お盆には、うん、一旦帰りました。あの、祖母の初盆でもあったんで。キツネは今回まだ見てないですね。昨日はでもタンチョウズル見て嬉しかったです。珍しいってほどのもんじゃないらしいんですけど、ヒグマは昔見たことある。知床半島で、あの、魚のさ、漁業 の、 あの、作業小屋の番屋っていうところにゴムボートツアーの途中で、誰が出身、時計、
してないです。でも時計は普段の生活ではシチズンの何かってやつをつけてます。シチズンの何か名前忘れた。アデなんとか、アデッサ違うな、なんかその名前のやつつけてます。うわなんか死んでた。お世話はアデッサでいいんでしたっけ。腹時計は私の性格ですね。長寿坊さん誰、はあ、もう延長失敗詐欺はないはずです。お父さん、そうですね、あれは部屋の中でどっかに紛れてしまいました。とうとう、そうそう、エコドライブのやつ。ただあれですね、電波時計なんですけど、いくら合わせてもネットで調べた時刻とずれるんですよ。必ず 10秒か15秒ぐらい、アデッサですかね、10秒か15秒ぐらい進んでしまうんですよ。クロノグラフとか穴もついてないやつです。あえてそのあたりの機能とか全部ついてなくて、しかも文字盤がアラビア数字のやつです。そう、なりました。そう、メリダはですね、ディスクブレーキのディスクが輪行の時に、飛行機輪行の時に歪む可能性が高いなと思って。ん、何が禁止、そうそう、ソーラーのメンテいらずで、時刻合わせも基本的に自動でやってくれて、で電池がいらないっていうやつで1個欲しいなと思って。2万、ああそのあたりだったかも。3万台じゃなかったかな。北海道は今日は涼しいです。昨日は蒸し暑かったけど、今日は20度あるかないかぐらいだと思うんですけど、湿度が昨日と比べて全然低いんで、全然低いとか言ってしまった。いい時計、まあこだわる人にとっては、特にアラビア素地のやつとかはあまり好かれないみたいですね。サファイアガラスのやつです。繰り返すな。昨日に比べたらだいぶ走りやすいですね。走ってて気持ちいいです。気温が、空気が。あ、またクシャクシャだ。今ゆるく登ってます。骨量、この辺りはそうですね、ここから先は襟裳岬ぐるっと回って何百キロか先まで行かないとでかい町はないんで、何百キロかないかな。静内とかアップアップです。いや、これ国道ですよ。もし、ハドンさんこっち来るとしたらコストが大変だと思うんで、336とかそういうやつですね。そういう感じのやつ。海はですね、実はまだちゃんと見えてないです、昨日から。そうそう、寂しさが。次に大きな町ってどこだったかな。あ、いいですか。まあ一番近くは広尾町が、ちゃんとコンビニとかもあるレベルの町で、でもコンビニは結構多いか、セイコマは。でそこから黄金道路っていう、維持するのに黄金ぐらいで金かかるっていう道を通って、空の感じは分かんないですね。で空に反映されますか、短いことって。ん、あ、コンビニポプラ、九州のコンビニといえばポプラやね。ポプラやねっていう宣伝はもう相当昔ですよね。ちょっとお茶。止まると静か。
ジョイフルですね。お世話になりました、ありには。で、住んでるのは私は横浜です。あ、神奈川県です。横浜市内だと言っても、なぜか、横浜というと、生きがってるような、いません、びっくりした、今一瞬。タイミング的にも良かったし。なんか横浜というと、生きがってる風に聞こえるらしいので、私はなんか神奈川より通りがいいかなと思って、行ってるんですけど。あ、私は横浜にステータス感じてないし、生きがってますか。横須賀とかの方が知名度はそうでもないか。細い川の先に何？これか。うん。うわ。横浜市は市としては一番でかいんでしたっけ、日本で。おはようございます。こんにちは。ありがとうございます。神奈川。町田は確か昔神奈川県だっていう話が。テレビでやってたというのをツイートで見たな、最近。川崎というより、川崎は確かに地元の人の感覚に比べると、全国的な知名度ないですよね。ん、横浜町、青森の。去年行きました。私は博多から20キロっこです。携帯見ながら、いや、ですね、イヤホンまで含めて一通り、法令に照らし合わせて、明らかに違反にはなってないようにしてます。いろいろと工夫して。イヤホンの話は私は実質的には関係ないと思うんですけどね。左耳のヘッドセットでイヤホンつけてたところで、左耳だけでも周り聞こえるから、ただイヤホンつけてるという状態だけで今叩かれるご時世ですので。久しぶりだな、信号。横浜市法令、あれはローカルな条例のレベルの話ですよね。あとなんだっけ、なんかえらい極端な禁止をしたとこありましたよね。どこの話だったかな。ここは地区名はなんて言うんだろう、セイロン。A コープがあるけど、あれやってんのかな、今。少なくとも今開いてない。片耳なら、でも OK だと、両耳が NG って書いてあるところは神奈川県含めていくつかあるんですよね。ただ、単にイヤホンなどっていうふうに書かれてしまうと、拡大解釈でいくらでも禁止できるんで、あれちゃんと決めてほしいですよね。と言っても難しいけどな。そう、牛います。七つ星、止まった。あ、ここ右か。大気町に向かって、大気町の中心地に向かって右折しないと。骨伝導はなんか噂で、あんまり骨伝導は良くないという話を聞いてるんで手出してないだけなんですけどね。でも実際声が聞こえるぐらいなんか骨を震わせられたら気持ち悪くないかなっていう先入観もあります。音楽、そうですよね。今牛いました。ん、庄司、富山県でしたっけ。締め出しって何を禁止したんでしたかね、あれは。この地区名知りたいけど載ってないな。まあ民家というよりは酪農の。誕生日おめでとう。今どうですかね、復帰しましたかね、映像は。矢印はあれは雪が降った時にここからはみ出すと死ぬぜっていう標識です。酪農のまあ寄り合いみたいな感じですかね、ここは。あ、復帰大丈夫ですかね、ありがとうございます。昨日帯広空港を出る時にいきなりウェブカメラが何度も止まる現象が起きて、今回放送もうダメかって諦めかけました。あ、ネズミ捕り。見晴らしいですからね、電波の見晴らしが。あ、今なんて。サイクリングロードは前通勤路で使ってました。ただあれ夏になってくると草が茂ってきて、えらい狭くなりますよね。特に
恩田川との合流よりもっと上流側のあたり、あのインターチェンジとかあるあたりが結構ひどいですよね。あと鶴見川沿いには豚舎もある。あ、豚舎で思い出した、やっぱり昨日、あ、昨日というか、あ、やりました。昨日今日泊まってた宿の、あの駐車場、あ、ツーリングです。あ、お、調子。泊まったところの、あの自転車とかバイク置く場所なんですけど、なんか中にあのコンクリートの変な仕切りとかあってなんだろうと思ったら、もともと豚舎だったらしいです。今日あの泊まった宿の、あの駐輪場の建物は。サイスポ、いや、あれしか乗ったことないです。あれ、取材に来た人は自転車人、あ、自転車人で今直にやってる人じゃないか、あの沢田なんとかさんっていう、カメラ額の上あたりです、ヘルメットの。あ、女性するときもなのか、主にグランドセイコーはなんだっけ、機械、機械時計とか出してるブランドでしたっけ。あ、いや、昔あのウェブページをレポ、あの自転車レポートのセルページホームページ見て、サイスポの人に取材されたことは一遍だけあります。といっても、まあ輪行特集での中で、どうしよう、ああ、ああ、ん、一番近いどこ、セナ、はよセナ、ちょっと日が陰ってきた。百人浜途中通りますね。かもしかしたらそのあたりで終わりになるかもしれない今日は。あ、で今なんて貿易、はよセナ、駅は、あ、多分あの昆布刈石駅だっけ、あれ駅名じゃなかったっけ。東の方に向かったら、あの路線路があります。あ、一番近いの帯広駅かな、のあたりだと思います。こっから一番近くの駅までは多分 5,60 キロぐらいあると思います。もっとあるかな、帯広空港までここから50キロ60キロで、そこからさらにプラス20キロぐらいで、あの帯広の町だと思うんで、7、80キロあるんじゃないですかね、違うかな、そんぐらい離れてると思います。あと泊ま、さっさと頑張ります。泊まった宿は実はバス来てないんですよ、あそこ近くにバス来てなくて、あの自分で足持ってる人、あのバイクとか車とか自転車じゃない、いわゆるジェアラーっていう公共交通機関だけで来る人は、あ、最近こんなに早かったですね、人あの宿実は来れないんです。だからできるだけ近くまでバスで来て、あと残り10キロ20キロぐらいを宿の送迎で迎えに来てもらうしかないっていう。どうだは、そう、どうだろう、それ目的でやってる人はいるかもしれないですね。あと気になるのは、 JR の前の国鉄の時は何て言ってたんだろうっていうのはありますね。 JNR？ ん？おかしい。最近はあの北海道にツーリングに来る人もだいぶ少ないらしいです。特に震災の後は国鉄はかな。今日はないです。今これあの大気町の中心地に向かって登っていってるんですけど、そのぐらいですね、登りかどうかもわからないぐらい。 JNR、 あ、夕張ですか。あの辺りもあの今どうなんだろうな、日本で一番最初にあの財政破綻したんでしたっけ、夕張町は。でも考えてみたら、あそこ鉄道ちゃんとまだあるしな。
函館線なんだっけ、と夕張草原が、そうなんですかね。北海道は何年ぶりですか。北海道は0123、いや4年ぶりです。4年ぶり。2009年に配信で来たのが最後でした。うん。Facebook の、あ、そう、大湯張鉄道、あのシューパロ湖っていうところの近くにシューパロカフェっていう昔の車両を再利用したカフェ、あのものすごい短い期間しかやってないカフェがあって、今もやってんのかな、にたまたま寄ったことあります。そうそう、シューパロダム、うおー、牧草が超積んである、超積んである、うおー、ふう、あのくらい。でもやばいとこ多いですよね。 あれ、もうそこから入るのか。止めてました。まあすぐ釣れましたね。裏幕、おお、北海道の匂いってあんまりイメージないんですよね。やっぱ 牛系の匂いかな。それ以外ではあんまり北海道らしい匂いっていうのは、テントは持ってきてますというか、あの2、30キロ先の滝名漁所にもありますけど、夜寒いんであんまり野宿は今回しないかなと思ってます。でも今日やってもいいかな。一応バッテリーは満充電した状態から、2、3日経過してしまっているバッテリーが焚き火に置いてある荷物の中にあるし、北斗星、テント夜寒いんですよね。昨日の夜もかなり寒かったです、あの宿の外は。いや、私はリュックは一切しょうがない人間です。なんか地面みたいに歩いてくる、地面75みたいに独走なんですよね。なくなったから。古いですね。私は70年生まれだから、リアルタイムではほとんど見てないんじゃないかな。G メン75って75年ですよね、多分。日高、そうですね。サラブレッドとか。ホーミーで呼んでみて、ホーミーっていうふうに呼びかければいいんですか。ホーミー。いいよ。あ、それ見てなかったんですよね、私は。ファーストガンダムだけ。ホーミー、聞こえてない。バイオン、ホーミーという呼びかけじゃないんですね。馬肉あります、あります。桜肉ですね。モンブルの E、 ホーミーと叫ぶことじゃないんですね。もう、あ、小さいやついる、小さい。モンゴルの、沖縄でも大気町市街地まであと7キロ。今日はお祭りやってます、あそこでは。お祭りといってもなんかなんたら公園祭りってやつで、ヒーローショーとかやってるタイプのやつですけどね。で、実は11時ん、毎年ですね、12時前ぐらいに餅まきやるらしいんだけど、タイミング的に合うかどうかわからない。私批判釣り、ん、沖縄で、あ、ホーミーですか、なんだろう、あの九州でいうところのサルボボのボブみたいなもんか。餅巻きテンション上がります。何のショーやってるって書いてあったかな。確かご当地ヒーローのショーじゃなかったっけ。大樹町のですね、柏なんとか公園っていうところの祭りらしいんですよ。北海道面白いですよ。
ただ今回は新規に走るところが、まあ昨日と今日はそこそこ新規の場所走ってますけど、後半は走ったことあるところになってしまうんで、内陸の方行ったら走ってないところあるんですけど、もう寒そうだなと思って敬遠しました。敬遠。違う、あ、そうそう。お金、そうですかね。食事は確かに安くないんだけどな。敬遠。あれ、これ平らなやつだ。だいたい真ん中で山折りになってるのに。交通費、ああ、今日は100キロチャレンジ、チャレンジも何も普通なんですけどね、自転車乗り取っちゃう。本当は休憩せずにこのぐらいのペースでずっと行ってりゃ100キロぐらいどんどん行けるんですけどね。左にこうかな。初見さんらっしゃい。右下がり、逆、こう、分かんないから、いや今回は寒そうなんで、キロ右と左どっちの話だ。右下がりってことは、右下がりだとすると左に傾いてるわけだから右に直したいのか、こっち。これで少しは改善しましたかね。そうそう、結構ヘルメット傾くんですよね、自分で気づかないうちに。森、大丈夫ですか。エコドライブ、メンテいらずっていう話だと、機械じゃない方かな。メカニズム的には機械の方が面白いんですけどね。そうか。GPS。右回りなの分かったよ。500キロ、24時間で500キロかは一応できるかな。30キロ巡行でやれば、まあ私はできないですけど。エコドライブは光発電の仕組みのことですよね。だからエコドライブは機械時計ではないのかな、多分。それとも自動巻き含めてエコドライブなんだっけ。駒取り姉妹、てか駒取り姉妹っていうのはどの世代の人なんだっけな。オッケー。これ、あ、やっぱそうですよね、光発電のことですよね。交通時計ですよね。クォーツ時計プラス光発電プラス電波時計かどうか関係ないか。ああ、なんか全然寒くないな。散々寒くなると聞かされてたのに。なんか昨日は最低気温が18度で、今日は最高気温が18度の予報だったんですけどね。車、あと自販機とかもないです。寒くない。瀬古もあるでしょうね。前来た時は大樹町は国道から、海沿いの国道からは離れてるから寄ったことないんですよ。時計1個しか持ってないです。無意識ですね。配信せずに黙々と走ってるときにはなんか全然関係ないこと考えてたりしますね。流氷はオホーツク海の方ですね。前者は姉妹、駒取姉妹って相当昔の、昔のなんか失礼な言い方だな。荷物は今取りに向かっているところです。営業所止めにしてもらって。
この見えむり、車とかバイクは特にそうみたいですね。景色変わらないし、あとタンデムの背中側の人が眠くなるって言ってました。昨日の宿で話をした時に。で、居眠りしてしまった後ろの人っていうのは、2人乗りの前の方に乗ってる人にとっては固定されてないでかい荷物になっちゃうんで、えらい危険らしいです。で、後ろの人がふと目を覚まして、はっていうふうに姿勢正したりすると、それも危ないらしいです。突然後ろで でかい荷重移動が発生してしまうんで、あ、車、自転車の人がいる、汗ごま、しない。でも危険ですよね。私も前北海道で走ってて居眠り運転したし、で、ヘルメット、暑くてヘルメットしてなかったから頭打って記憶が5分ほど飛んだし、記憶障害を起こしたなんて生まれて初めてだったんで、むちゃくちゃビビりました。ゴーバンド、本当に人間のなんか脳の配線って意外と弱いですよね。そうそう、仕事辞めたんだっけな、そういう状態でしたね。よくご存知で、自分は旅行に来てることは覚えてるんだけど、仕事辞めてきたんだったか、休み取ってきたんだったか、記憶が飛ぶって初めてだったんでびっくりしましたよ。前方にあれは地元の人かな、自転車。この距離だとママチャリかどうかも見えない。自転車、私はそれは12、3年前かな、多分の話で、それ以降私は自分の眠気に対する弱さを自覚して、仕事辞めてなんて、そうそう、いや、願望があったかどうかというとそうでもないと思うんですけどね。あ、もう、いやー、そうでもなかったと思うけど、いや、そうかもしれない、あの当時は。やめて、少なくとも20年以内にやめるんじゃないかな。そう、昼寝します。昨日もしました。昨日の昼寝はすごく気持ちよかった。いや、独立とかそういう方向でもなくて、一生暮らせるあるかな。そうすると趣味がこれだから、大金かかる趣味ではないんですよね。お疲れ様です。ママチャリの人だ、地元の人かな。70、うん、いや、頭打ったのは2回かな。1回は北海道で居眠りして、2回目はサイクリングロードで、相模川のサイクリングロードで車止めに正面から突っ込んで、前転して頭から落ちて、角度が悪かったら骨折ってたんじゃないかっていう。あ、こういう時こそどうしたら、知らねえ、スピーカーのスライダーバーが役に立つ。あ、こんにちは。レンタサイクルの人かな、もしかして。あれに、いやえ、そう、スピーカー落とせました。マロさん作のやつ。いや、一応会釈して今通り過ぎましたけどね。あの感じだと旅行者っぽいですよね。30分、あ、その可能性はある。私はしょっちゅう休憩したり、あとなんか動物を見たらそこでじっと写真撮ってたりするんで。なんか今のリュック背負って普段着っぽい感じで、なんか旅行者っぽい感じがしたんですけどね。でもあんまりなんか分析してると動画にはちゃんと映ってしまうから、あんまりなんかいじるのやめとこう。あ、これイヤホンじゃなくて100均スピーカーつけてます。そのイヤホン叩かれしな、イヤホンで叩かれるのを防ぐために。
数日、うん。北海道犬く。私はこの間、佐久っていう、長野県の佐久市ってとこ走ってるときに、まあ、恥じありの人とデッドヒート繰り広げたことあります。あの人、やっぱり私が追い抜くの絶対気にしてたよな。ムツゴロウさんの家はですね、浜中町っていうところの近くで、釧路の方だからもう 100キロぐらい東の方かな。何がきつくない？シティサイクル、警戒車ですね。警戒車とか実用車とか。ムツゴロウさん、あ、面白かったです。さっきあの作詞の人ですよね。作詞の人っていうとなんか公民みたいだな。あ、何しませんね。あ、アンプ、ロッドブレーキ。あ、ん？実家。ムツゴロウさんの出身で九州なんでしたっけ？佐久市、佐久市じゃなくて佐久市。うん。そう、ママチャリは日本固有らしいですね。あ、博多なのか、ムツゴロウさんは。畑正則さんは。あのジャンゴーは。北海道に王国を作ったっていうんであって、何しよう、はあ、福祉のおまちゃり、はあ、びっくりしますか。どの辺がなんだろうな、はあ、サドル、ああ、今日もなんか今のところまた足が痛くなってきてます、はあ、パンクしたら修理します。タイヤが裂けたりしない限りは大丈夫です。サドルですか。サドルはでも合う合わないが、はあ、くもこ、はあ、ムツゴロウさん の無人島記とか見たら娘さんは確かチビって呼ばれてたけどな、はあ、3冊。私はムツゴロウの無人島なんとか記っていうのを読んだことあります。初見さん、いらっしゃいませ。バーストはないですね。避けたことは、擦り切れたことありますけど、タイヤサイドがなんかもう布地が見えて膨らんできてたから、福井さん、いらっしゃいませ。あの、その時はタイヤを糸で縫って、あの、強度を補強して、何がむちゃくちゃ、補強してから 2,3 日走りましたね。パパチャリは私のイメージだとマウンテンバイクにカゴつけたもの。そうですね。でも旅行中だったんで、残りの工程は縫って走りました。そうです、はあ、かぶりますかね。私は動物は好きではあるけど、あの、接触したりはあまりできない、はあ、ペロペロ、あの、よしよしよしとか言うのはできないな、はあ、ん？新聞配達。ああ、知りたくなってきた。私こぎ、おはようございます。道間違えてないよな。今 2,30 分ぐらい、あの、 GPS 見てなかったと思う。怖え。ご在庇、優しいわけでは。おう、一応それは行ったことあります、3つとも。でも宗谷岬は、あの、超観光地なんで、しかもあの時はですね、私が宗谷岬一回行った時には観光バスが来てて、あの、観光バスから降りてきた おじいさんから、おう、おお、吠えない吠えない、はっ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 、車車、かわいい。おお、こういうエスコートされ方珍しいですね。あ、リードはしてないですけど、どのあたりまで離れられるのかな。かわいい。珍しいですね。あの、直接向かってこなくて並走してくれるっていうのは。
やった、ああ、折り返した。お疲れさんです。可愛かった。珍しいパターンでしたね。初めて見た、あんなの。コメント早くなってる。可愛かったですね。ガブった。これはなんかの事業所で、店じゃないかな。十勝農祭南部事業所建て替え中か建設中か。ちゃんと帰りますよね。ある程度離れられないですよね、犬は。山登りの、おお。長時間移動。まだまだコメント速度速い。あ、ひまわりだ。ここはどこ？ここは大樹町です。おお、いやどうする。ちょっと待ってください。なんか係の人がいて、みんな中に、あ、これか公園。柏林公園祭り駐車場。あ、ここもチェッカー巻いてある。ん？何名刺？あ、犬に。ここを会場か。あ、イベント。ああ。私もまあ、でも多分覚えてると思うんで。あ、ですね。まだ意外と暑いです。暑いってことないな、今日は。昨日蒸し暑かったです。今日はまだ涼しい。このままの気温だったら最高です。これを、うん、一応これ見るためもあります。どこに行けばいいんだろう、これ。ちょっと待ってください。ちょっとスピーカー落として。あ。来てますね。っていうか、どこでやってんだろう、これ。お祭りやってて、ちょっとちらっと見るだけですけどね。自転車あれですかね。自転車あそこですかね。そうですね。どこでやってんだろう。そもそも今の時間何やってるかも確認してない。これ柏林と書いて何て読むんですかね。やった、持ち。確か11時過ぎからだったと思うんで、まだ早いですね。ん、自転車。でも自転車の多いですよ、ほら、この通り。立てかけられるとこがないな。できるだけ邪魔ならないところで立てかけられるところはこれかな。白輪ですかね。そこ白か。ここはなんか公園です。よいしょ。そうですね。今ここは市街地に入ったんで、ちょっと待ってください。あ、そう、スタンド今回持ってきてないです。持ってくればよかったな。荷物で、あ、いや、そうか、スタンドあれだ。マウンテンバイクの方にはつくけど、これにはつかないんです。やった。旗のポールです。これこれで、ちょっと会場の方見てきますかね。袋、あ、持ちのための施錠、何のことかな、鍵、何のことかな。鍵したってあれ、荷物の方が盗まれるとしたら荷物の方なんで。ああ、ママチャリの人そうかもしれないですね。で、鍵一応荷物の中に入ってますけどね、そこの方にある。会場はどこ？旗が。一応私の今乗ってきてるのは8万ぐらいのやつです。8万弱。あ、軽用。そう、格好の点で私は格好を気にすることが格好悪いという変な価値観を持ってるんで、じゃあどんなんだよっていう話ですけどね。あ、会場あっちだ。やってるやってる。なんかアナウンスのお姉さんの声が聞こえる。お姉さんのアナウンスの声が聞こえる。まだ今スピーカー上げといていいかな。タコ星。向こうの方に人が集まってます。今の時間は何やってるのかな。ちょっと写真。持ち巻きは11時過ぎのはずです。そうそう。姉さん、靴、SPD 靴です。あのボントレガーの。
割と靴底が歩き向きの、あ、土地の見たこれ。じゃあこれこの辺り、あ、土地の木だ。 GPS、 そうや、そうですね、 GPS ぐらい隠してくれよかったかな。うん、すいません、いつもご指摘ありがとうございます。いつもご指摘ありがとうございます私はもともと喉づくらいが激しいんですよね。うん、隠して、まあ祭り会場とかになって人が集まってくると分かんないことは分かんないですね。あったぜ。ちょっとヘルメットになんかつけたおじさんが来ましたよ。今、あ、どうかな。そう、おばあちゃんに心配されるよく覚えてますね。今日で良かったです。やっぱりご飯美味しかったです。で、私はもう中座しました。昨日夜0時過ぎまでやってたんで HBC だ。いい人恵まれましたね。一人旅の人が大半でした。ご夫婦、老夫婦の人、老って言ったら言い過ぎかな、50、60代ぐらいの夫婦の人が、60代じゃないな、あれ50代ぐらいかな、その人が、ご夫婦が一組いただけで、あと全部一人組でした。一人組びっくりした。ここはそこまで立ってても大丈夫だよな、びっくりした、すげえびっくりした。試験現場キープアウトって書いてありますね。危険立ち入り禁止って書いてある。でかいですね。うん、標識、うん、そうですね。ライターハウスになると少し層が変わってきますけどね。悪いとは言わんけど、両頭いきなり両頭来たのびっくりした。お、主権さんいらっしゃいませ。ちょっとスピーカー下げよう。これは白林公園なのかな、白林公園祭りです。なんかすごい小さいのがいる。小さい地元でしょうね。北海道放送。ちょっとこれ反対側に回った方がいいかな、メインの会場を映すためには。お姉ちゃん、すいません、あ、ホームページで見たら載ってたんで、楽しんでください。秋味のつかみ取り、何の話。生味持ってても私調理がうまくできないしな。秋味100匹のつかみ取りって100人限定でつかみ取りっておかしくないか。秋味100匹を100人でつかみ取りって、秋味、あ、サルのことですか。秋味、大気バトンメイツは毎週土曜日大気バトンメイツ B&G 海洋センター、こっちにもあるかな。北海道で見た覚えないな、 B&G 今回のステージは地方からのお友達も応援したと応援をしていただいています。皆さん、たくさんのご声援よろしくお願いいたします。それでは1曲目お送りしましょう。クイーンズオブスペインです。この曲は力強くも優雅な名曲に合わせて中学生、高校生が踊ります。音楽を全身で表現できる生徒たちなので、今日は5名の出演となってしまいましたが、十分見応えのある演技です。どうぞお楽しみください。踊りますのは沢村萌子、佐藤聖羅、佐藤志穂、山門真希、橘海和です。よろしくお願いします。焼き日光焼く音が響くな。
残念、一人落とした。ありがとうございました。さあ続いての曲は小学4年生2人の友達が踊ります。1本のバトンを回すだけでも難しいですが、2本のバトンを自由に操って演技します。可愛らしい、ちょっとずっと見てるとあれだけど、見どころなので応援してください。子供ダンスもあるらしい。踊りますのは小畑結花、島崎あゆ、ハッピーマウスです。また音がまた大きい。皆さん見えてましたかね、遠かったけど。度胸すごいな。どうどう、いや、それ言ったら私だって。ありがとうございました。可愛らしい演技見ていただきました。続いての曲はニューヨークニューヨークという曲です。日々レッスンに励み努力しているお友達にソロの演技をしてもらいたいと思います。バトンの技術や体のこなしを生かして自分の持ち味を存分に発揮したいと思います。踊りますのは立花海和です。やめどきがつかめない。ちょっとこのぐらいしとこうかな。ありがとうございました。だいぶ時間が。さあ続いての曲は美空ひばりさんの名曲「東京ブギウギ」を新しく可愛くアレンジした曲で踊ります。夏の朝を涼しげに変えてくれる楽曲です。小学校4年生から中学1年生の友達が踊ります。いいな。すいませんね、ちょっとコメントに全然対応できなくて。男、いや、今のも全部女性ですよ、今来た人たちも。なんか、いやー、ちょっとまだご飯、お腹が減るってほどじゃないな。でもそうか、なんとか食べるものは確保しとかないといかんな。あ、そう、今ここはちょっと今置いてきたんで出てないと思います。スペース研究りょうた、すいませんでした。まだありますね。でもちょっと餅巻きはまだ先だし、あんまりなんかずっと見てるのもあれかなと思って。いい匂い。さっき近くで肉焼いてる人たちがいましたね。あれ店じゃなくて、お客さんが自前でいろいろ持ってきて焼いてたんだと思うんですけど、踊りの前に静まり返ってる中でジュー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 目立つんですよ、声が。あ、声じゃない、焼く音が。レオタード。群馬県吉岡町物産店八幡堂。下水、そうですか、聞いてませんでした。相模原市が来てる、なぜか佐久市も来てる。大船渡は津波の被害がすごかったところですね。
この URL 何ですか？www.銀河連邦って書いてるの何これ？銀河連邦？銀河連邦でよく見たらギャラクシーフェデレーション？連邦って何でしたっけ？フェデレーション。ここは銀河連邦。作詞がありますかね。銀河連邦って何ですかこれ。よく見たら朔共和国とか能代共和国とか書いてある。三陸大船渡共和国長え。正しい。なんか野党市長が来たとか言ってる。今前に映ってる人は市長さんか。ファウンデーション、そうですね。第2ファウンデーション、第3ファウンデーション。ファウンデーションの最初のあたりに出てきた、あの人間の心操れるさ、何だったっけ、ニュールでしたっけ、ニュール？銀河連邦特産品。銀河連邦特産品は、焼きサンマとか、メカブスープとかありますね。銀河メカブスープとか、銀河焼きサンマとかありますね。銀河カツオ味噌。銀河焼きちくわ。はい、どうも。あ、焼きまんじゅうが来てる。そうか、上州の焼きまんじゅうも変わりますよ。しかも200円って地元価格じゃないですかこれ。ちょっと待ってると美味しいの食べられるそうです。銀河連邦。この層の中だとやっぱ聞こえないの、読み上げ。給食的に食べられるもないかな。吉岡町って通ったことあるとこかな。食べ物は、はい、どうも。モアドリス前って結構世代としては前ですよね。じゃないんですだっけ。確かコマドリス前とか、可能でしたっけ、可能姉妹の違いもよく分かってない。ゆるキャラなんかいたっけ。何かでも補給食みたいなやつあるかな。そう、共和国ばっかりです。相模原共和国って銀河連邦。あ、バナナある。フィリピンバナナがある。あ、でもちょっと多すぎるな。昼飯も夕飯もあのバナナになってしまう。あれだと150円で。に大気和牛の肉引き渡し書って書いてある。すき焼き用スライス 350g 1600円。ん、何共和国。お、豆だ。お姉ちゃん、トウキビと本町のはどうでしょう。かぼちゃ、ピーマン、あれほうれん草かな。おばあちゃん、あ、やっぱそういう世代ですよね。そうそう、あ、なんかクラフトやってますね、ここは。色付きのキューブを使ってワンハンドスーパーボール。なんだろう、卵、なんだろう。あ、すみません。よくわたあめあげる。マリスマ、わたあめ300円。混ぜ混ぜミルクコーナー、カルピス、ぶどうカルピス、コーヒー。ミルクとカルピスか、無料新コーナーだ。
無料進行なんか、無料か、無料なのか、ちょっと待ってください、カメラ下向けて、下向けて無料でもらってきます。いや、飲んだらいけますよ。飲んだら、美味しい。これ飲むと。いなくなったよ。コーヒー？うん。うん。もういもういもういもう。何味でいきますか？カルピス、ぶどう味、コーヒー。あ、カルピスでお願いします。うん、美味しい。はい、どうぞ。あ、すいません。すいません、いただきます。ちょい待ち、ちょい待ち、コメントちょい待ち、写真撮ってただでーすって言われた。ぶどう味とカルピス味とコーヒー味があるらしい。よいしょ、今かぶり直しました。これ、あ、さっきこれあのタンクローリーみたいなのが通りかかった時の後ろに貼ってあったロゴだ、これ確かミルクランドで、いただきます。で、そう、カルピスの牛乳割で、カルピスが6一と5一と4一があるらしい。 5対1が標準らしい。いただきます。うん、あ、うまい、うまいって言ってる前になんか前方に誰かいる。あれ何、あれ何、銀色ベースにピンク色のアクセントのご当地ヒーローっぽい人が、なんだあれ。牛乳どうですか、飲んでください。味付け牛乳アクスかな。いや、今日涼しくてよかったな、あの人は。中の人、なんでしょうね、あれ、ベルトにスマホみたいなのがついてる。ごちそうさまでした。はい。なんだろう、なんだろう。銀河マン、でもなんか多分銀河連邦の人ですよね、あれ。タッチ、いいなあ。あ、写真撮ってる、写真撮ってる、中の人。そうですよね、あれが多分、多分あれ素肌ですよね。で、中の人は確かに女性の方が、あの、小柄な人の方が入りやすいとかないのかな。ソ連の戦車兵みたいな。握手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 。でも中の人なんか体格良さそうですよ、かなり。あの、基本的に黒い、黒いなんだっけ、あの、スキンスーツじゃなくて、なんて言うんだっけあれは、なんかあの体にぴったりの黒い服を着た上に、あの、装甲をまとってますけど。ありがた、あの足だったらしょうがないでしょ、あれ。あ、ちょっと私はこの時にあの放送のためにこの年でカメラつけた人間が握手しに行くって勇気はないな。遠巻きになんかあのニヤニヤしながら見てることしかできねえ。あ、あれ後方の人かなんかかな、あの 黒い背広の人たちは。お、なんかカメラマンっぽい人が、違うかな、いや多分あれ、いやでもスマホで撮ってるから違うな。あれはなんで背広の人で一緒に撮ってるんですかね。うん、ん、あ、ワールドタンク、そうかな。いや、私の方がどちらかっていうとやばいと思います、見た目は。あのヒーローでも名前知りたかったな、なんだろうな。あ、先を、ここ、あ、これか100匹、インターネット欲しい、これか100匹のやつ。うわ、死んでる死んでる、うわ、あの、死んでる死んでる死んでる。延長どうだろう。
いや、取られてもいいですよ、大丈夫です。これあの図鑑とかで見るやつだ。でかい。え、これ子供にとっちゃ怖いんじゃないか。自分の下手したら自分の身長ぐらいあるやつが。本物です。生きてます。生きたり死んだりしてます。軍手やるのか。そっちにある子ちゃん。出たらそうですね。いやー大きいのを持っていけば。あ、さっき倒れてたぞ。どっか行った。入れてくれるから。あ、すいません。浅いですね。いやでも魚にとっちゃまあ地獄だよなこれ。そんなそういうこと、そういうノリの悪いこと言っちゃいかな。こんな感じ。あ、でも死ぬのはそうですよね。もう力尽きる前だから。川でああいうあの川でその遡ったり死にかけたりしてるのを見てみたいな。死にかけたりしてるのも見てみたいな。あ、シシャモだ。人間。私も。あ。芋団子もあるな。あ、いくら丼ありました今。赤ヘル？いやちょっと早いかなと思ってます。ん、あ、何でしょうって。鮭だ。鮭は三ペって何。三ペっていくらでも無料ないんじゃないかな。イカ焼き足つき第一杯300円。あ、秋鮭鍋250円。秋鮭鍋か。鮭のおでん100円。おでん100円安い。カレーパン200円の方が高い。挨拶。うん。あ、ヒロなんて名前でした。大気町関係の人とこかな。何それ。ちょっと100円いってみようかな。100円のおでん。ちょっとまたカメラ下に向けて100円の1個もらってきます。あ、名前聞きそびれた。ちょっと待って。あ、女性部。大気町商工会女性部ですね。ちょっと待った。今ヒーローの名前なんて。銀河連邦ヒーロー。ちょっと待った。銀河連邦ヒーローの誰々じゃなくて銀河連邦ヒーローなんですかあれは。それはまたひねる以前の問題だな。倹約。ままだな。ままというか固有名じゃなくないかそれ。あ、一つください。はい。あ、1本で。ありがとう、気をつけてね。いや、これで。あ、ありがとうございます。ちょっと待ってください。こちらで。はい。ありがとう。おいしくてまた来てくださいね。はい、いただきます。どっか。まあいいか。多分までいいか。ただ飯じゃないよ。今ちゃんとあの対価払いましたから。これは100円のおでん。味噌かけてもらいました。よっと。その分も。ですね。ちくわは一つと揚げ物一つとこれなんだろう、はんぺんかな、イカかな。あ、聞こえますね。からしかかってるのかな。いただきます。あ、全部で3つなんですねこれ。あ、これ、あ、カムイリオンですか今の人。なんかカムイリオンって読んだら答えてくれるわけですね。多分呼ばないけどな。うまい、うまい。カムイリオンが名前なんだ。
ちょっと口がいっぱいになって食べづらい。うまいうまい。か、あつ。ちくわとこんにゃくとあと揚げ物でした。うん。味噌えらいたっぷりかかってて余りまくってるな。うん。うんうん。ハムかも。はい。お、あ、ごちそうさまです。はい、どうもありがとうございます。うんうん、キビタは丸三角四角で、はんぺんと揚げ物とあと何なんですかね、あれ昆布とか入ってないのかな。あ、おお、あ、大根か。なるほど。うん。シェフの皆さん、いけてましたよ、もちろん。次からすると、アクリを感じるような。いいですね。あ、干してみたい、確かに。これからですね。天気ですね。予報だと曇りだったんだけど。高校生かな。ああ、そう見えるな、確かに。うん。あ、そうそう。ずっと雨だったらしいですね。しかも高校生っぽい。悪口言ってるやつがいる。あ、マスカラだ、マスカラ。曲はもうないのかな。こういうのいいですよね。あ、まだやる。手ないでみて。公園祭り最初に演奏しました曲は夏祭りでした。もう季節は秋に近いこの時期ですが、お祭りの最初の曲ということで夏祭りから私たちの演奏を聴いていただきました。いかがでしたでしょうか。ここでただいまのソリを紹介します。アルトサキソフォン。トロンボーン。ホルン。拍手するたびにみんな足を踏み鳴らしてるのあれなんだろう。パーカッションでした。個人の紹介なんです。パートの紹介なんですね。それでは改めまして、皆さんこんにちは。こんにちは。太一中学校吹奏楽部です。中学校。
現在は中学校の文化祭や定期演奏会の練習に全員で励んでいます。また先月行われた南商業高校さんとの合同演奏会での経験を生かしてより楽しめる演奏ができるよう頑張っているところです。それでは続いての演奏もどうぞお楽しみください。ちょっとこれ聞きたいな。もうちょっとこれ見させてください。注作するか。どういうこと？女子率高いな。2曲目はアフリカンシンフォニーです。ばあちゃんや、ばあちゃん、ばあちゃんや。会場全体の響くように力強く元気に演奏したいと思います。もう一回声は緊張してるな。あれなんだ。もうそろそろ行こうかな。さっきから同じこと言ってるけど、もう一回ダメでしたか。ちょっとコメントは落としてました、すいません。生演奏いいですよね。トイレ、やっぱ生演奏いいですね。でもやっぱり知った曲でないと、知った曲の方がやっぱり盛り上がるな。知ってる曲の、私今の曲知らなかったです。何か今もおでん食いました。昼ご飯は別にどっかで弁当かなんか買っていくかな。さてここまで今日何キロ走ったかな。20キロ走ったような、いくらなんでも癒されますね。やっぱ楽器が目の前で鳴ってるっていうのは全然違いますよね。弁当どっかで買って食べるのでもいいかなと。自転車 GPS はあれ、実は取り外せないようにすることもできるんですけど、自分も取り外せなくなるからな。実はマウントに奥まで押し込んでしまうと死ぬほど外すのに苦労するようになる。今度は何の曲だろう。
あ、逃げた逃げた。さっきに、いや違うでしょ、あれ似てるけど。まっすぐ向かってきたと思ったらまっすぐ戻ってった。吠えなかったですね。さっきのと似てますよね、確かにあの色。なぜこっちに向かってきたんだろう。こっち来たけど向こう行った。可愛かったですね。室内犬ですね。おでんか。あ、そうだ、ここにある。今度の曲も知らないかな。大気町の犬。大気犬。大気犬。何も呼びに行って。そろそろ、そうですね。こっちにはトイレないかな。間違いで、うん。あの、繋がれてない犬結構いますね。で、私は繋いでなきゃいけないとは思ってないんで、そうそう噛みつかれるもんじゃないから。これトイレじゃないか。どっかコンビニ行った時に借りようかな。ちょっとあのこの先で借りますかね。持ちそうかもしれない。まあでもさっきのあの会場でどう持ち巻きするんですかね。うん、さっきあの小さいやつはあのリズのやつあったんですけどね。じゃあまずは市街地の中心地のあたり行こうかな。で、今ここをこれで復帰したかな。最終送信時刻が11時19分だから、今ここ復活しましたかね。 GPS も無事でした。もうない。ああそれはそうかもしれないですね。そうそう、ミネラル麦茶セイコまで106円かなんかで売ってました。ここまで何キロ進んだかな。30キロは多分来てないですよね。残り70キロ以上あるはず。でもうすぐ昼か。やっぱり自分のペースだと厳しいな。10時前ぐらいですかね。ん、何が取られました。意外と堪能できたな。ちょっとあの黙って写してるだけの時間があって申し訳なかったですけど、荷物これからまだ何十キロか先かにありますね。でここひまわり畑だけどみんな向こう向いてます。あ、気持ちいいです。今日の気候は昨日と全然違う。あ、せっかくだからと、あそうだ、あとポタファイつなぎ直しとかないと。よいしょ。自転車にヘルメットの上にカメラとかつけてます。マイクは胸元、スピーカーはヘルメットの横に100均スピーカー。倒れてる、多少じゃなくて、なんか倒れまくってますね。これひまわり、状況見えますか。一応ここの辺りだけがほんのちょっと倒れてないのが残ってる。よっ、ミステリーサークルじゃなくて全部倒れてますよ。台風通ったんでしたっけ、ここ。やる気がダウンバースト、寝てるのか、寝るのか。リスの、あ、ひまわりですね。じゃあ先行きますかね。ポタファイのヒグマ。ヒグマはですね、あの見ないだけでやっぱりいることはいるらしいです、どこでも。あ、どこでもってそういうこと言ってたのはコメントか。コメントでそう聞きました。
あ、でも宿の人も言ってたな。北海道でヒグマいないところはないんじゃないかって言ってましたね。で、ちょっと待ってください。ヘルメットかぶるのに手ぬぐいを。ん？どこにでも。怖い。あれ。あれ。か。うわ。危ない、ヘルメット落とすとこだった。街中に出るんですかね。よいしょ。こうです。あ、ちょっと雲出てきたかな。まあ、え、本当に手拭いだから。札幌。うん。MZ2500 懐かしいな。スーパー MZ かよ。陶芸、ああ、なんとなくわかる。で、紙自体はなんかポニーテールとかにしてあるわけですね。パウチ、コスモスの街なのか大気象。あ、顎で北海無理か。イベント会場この先はもうないです。今日の前半のハイライトはこれで終わりです。さっきの会場で、ね、餅まきってどうやるんですかね。座ってる人たちに向かって投げつけるんでしょうか。かなり距離近いと思うんだけど。20キロと25キロの間ぐらいです。なんか聞いたことある。なんか聞いたことある。あ、フィンガーファイブ？はい。選挙区？あ、選挙区か。選挙区って。これは確かにフィンガーファイブだ。ここのサビだけ知ってる。へい。キョンキョンなのか。なんかキョンキョン面白いな。多いというか同じとか。掛け声はやってましたね今。愛の手は。おう。観測者を。あ、何あれ？計測中って何あれ？あれ何計測中？なんかでっかいキャンピングカーみたいな計測中って表示の車が通りました。知ってる曲ですね。